赤いろうそく、にいみ吉ち。山から里の方へ遊びに行った猿が、一本の赤いろうそくを拾いました。赤いろうそくはたくさんあるものではありません。それで、猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました。 猿は拾った赤いろうそくを大事に山へ持って帰りました。山では大変な騒ぎになりました。何しろ花火などというものは鹿にしても、獅子にしても、ぎにしても、亀にしても、イタチにしても、タヌキにしても、狐に,にしても、まだ一度も見たことがありません。 その花火を猿が拾ってきたというのであります。ほう、素晴らしい。これは素敵なものだ。鹿や獅子やウサギや亀やイタチやタヌキやキツネが押し合いへし合いして赤色を覗きました。すると猿が 危ない危ない。そんなに近寄ってはいけない。爆発するから。と言いました。みんなは驚いて尻込みしました。そこで猿は花火というものがどんなに大きな音をして飛び出すか、そしてどんなに美しく空に広がるか、みんなに話して聞かせました。 そんなに美しいものなら見たいものだとみんなは思いました。それなら今晩山のてっぺんに行ってあそこで打ち上げてみようと猿が言いました。みんなは大変喜びました。夜の空に星を振りまくようにパーッと広がる花火を目に浮かべて みんなはうっとりしました。さて、夜になりました。みんなは胸を踊らせて山のてっぺんにやっていきました。猿はもう赤いろうそくを木の枝にくくりつけてみんなの来るのを待っていました。いよいよこれから花火を打ち上げることになりました。 しかし困ったことができました。と申しますのは誰も花火に火をつけようとしなかったからです。みんな花火を見ることは好きでしたが火をつけに行くことは好きでなかったのであります。これでは花火が上がりません。そこでくじを引いて 火をつけに行くものを決めることになりました。第一に当たったものは亀でありました。亀は元気を出して花火の方へやって行きました。だが、うまく火をつけることができたでしょうかい,いえい,いえ、亀は花火のそばまで来ると首が自然に引っ込んでしまって、 出てこなかったのでありました。そこで、くじがまた引かれて、今度は、イタチが行くことになりました。イタチは、亀よりは幾分ましでした。というのは、首を引っ込めてしまわなかったからであります。しかし、イタチは、ひどい禁眼でありました。だから、 ろうそくのまわりをきょろきょろとうろついているばかりでありました。とうとう、ししが飛び出しました。ししはまったくいさましいけだものでした。ししは本当にやっていって、火をつけてしまいました。みんなはびっくりして草むらに飛び込み、耳を固く塞ぎました。 耳ばかりでなく、目も塞いでしまいました。しかし、ろうそくは、ポンとも言わずに、静かに燃えているばかりでした。